はね、また変わったの来ましたよ。また良さそう。レディースサイズ、ボーイズサイズっていうのかな、のコピーです。何のムーブメントが入ってんだろう。なんかね、ホコリとかが入ってて、ちょっとそれを掃除してくれっていうのと、このロレックスのマークが左にずれてるっていうんだけど、これはね、やらない方がいいよ。下手にやると文字盤に傷つけるから、やらない方がいいんだと思うけどね。ちょっと何が入ってるのか見ていきましょう。当チャンネルは無職のおっさんが有り余る時間をフルに使い、自分の興味に貪欲に取り組むチャンネルです。多趣味道無職でどれだけその道を突き通せるか、破産まで続けるつもりです。今後もいろんな興味、そしていろんなことやっていきます。興味がある方、チャンネル登録、通知ボタン、おまけにグッドボタン、よろしくお願いします。では行ってみましょう。王冠マークがずれてるのと、ホコリが埃があるんだって。これはムーブがずれてんじゃないの。ちょっと見てみよう。またいろんなあれがあるな。面白いな。確かにほら、左にずれてる。ちょこっとね、ほら、これはおそらくムーブがずれてるのかもしんないな。開きます。これまたエタじゃねえの。悪夢のエタだ。これまたエタだわ。そしたらこれはね、これを回すんさ。回して、そしてこいつを抜く。ちょっとめんどくさいんだよね、これね。そしてまたもう片方を回してあげると。これで完成。ではね、洗浄してきました。では一回やってみようか。右に傾いてるって言ったら傾いてるよ。ねえぞ。まあこの辺はね、文字盤の裏から押せば取れるんでしょうけど、下手に触ると文字盤に傷つけるんですよ。これものすごく綺麗な文字盤なので、これあまり触らない方がいいような気がしてます。だからこのまま、にらめっこしてますけどね。傾いてるっちゃ傾いてるのかな。まあムーブメントの調整、スペーサーの調整でちょっとできるかね、その辺を少しやってみましょう。ではまずユーズ入れる。ユーズ入れましょう。そしたら見てみる。傾いてるっぽいね。でもまあじっくり見れば傾いてるかなと思う感じですね。まあ若干やっぱり傾いてます。でもまあ触らない方がいいだろうな、これぐらいだったら。でリューズを戻してあげましょう。そしてね、リューズを入れたらスペーサーを固定していきます。でこのスペーサーピースで持って、まあ固定するんですけど、緩めると閉まるって感じ。そうすると閉まるから。
で、まあ傾きはそこまで気にならないから、変に穴の方がいい、文字盤がものすごく綺麗なので、薄くなった、下手に触らない方がいいと思うんだよな。これぐらいでいっぱいだな。これでいじらん方がいいよ。で、まあこれぐらい、まあパッと見て分からないんじゃないですか。まあこれぐらいでいいんじゃないかなとは思ってます。少しねスペーサーでもってちょっとこうずらしてみたりはしたんですけどね、これぐらいでいいと思うんだよな。ではね、ヘタ2688、ちょっとムーブメントの様子を見ていこう。しっかり巻いてね。あ、良さそうだね。14秒いいんじゃない。 0.2 良さそうだね。これであんまり触らない方がいいかもね。すげえいい状態だ。やめとこ。下手にいじるとまたこれは。ということでね、今日はクリーニング、まるっきりのクリーニングだね。全部洗ってやりました。ケースからベルトから全部洗ってやりました。やっぱりこの王冠マークはズレっていうのはね、少しだからやらない方がいいです。絶対にこういうのはね触らない方が、特にこの文字盤、まあピアノブラックみたいな、だから傷目立つんだよね。これ絶対やらない方がいい、触らない方がいいです。でこのままね綺麗にして、まあお返しするんですけど、中身はエタでしたね。前回直せなかったエタの2688でした。これぐらいのサイズ、同じ作りだったね。同じ作りでした。スペーサーの作りも全部同じだったけど、同じの使われてんのかな ?2866、2688、2688だ。2866。2688。そうだ。使われてました。だからまあ、ムーブメントもいいし、このラグの作りとかの部分も、すごくね、すごくいいね、これね。すごくよく作られてる、これ。と思ってさ、いろいろあんだね。まあエタだから、ムーブメントエタですから、多分長持ちはするんでしょう。いや前回のまた直せなかったの思い出しちゃってね、悔しかったねあれはね。でまあ今回はねクリーニングだけでしたので、まあこういうのもあるんだねって、もかっこいいもんな。また変わったもの見せていただいて勉強になりました。ということで本日もご視聴ありがとうございました。